おはよう。あ、おはようございます。おいおい、どうしたんだその名前。今日で結局と辞めるトナカイと言います。一体どういうことだよ。で、僕の名前は。僕の名前ですか。ああ、田代川瀬です。いやいや、ネームプレート。ああ、それ田代川瀬も死んだよ。あ、死んだんだ。ああ、もういないよ。今日で救急隊辞めるトナガイになってます。どうして辞めるんだ。まあ、皆さんにこうね、知ってもらうために名前にしたんですけども。わざわざ知ってもらう理由は一つぐらいしかないだろう。まあステイトから見たらみんなね、声かけるんじゃないですか。チヤホヤされたいのか。はい。そっかそっか。はい、俺は抜ける最後の日ぐらいチヤホヤされたいっす。今までありがとうって、頑張ってたよって、俺は救急隊の女子隊員に俺は言われてっすよ。そんな警察官と女子隊員ってみんなな。はい、みんなに言われてっす。頑張ってたよお前はって。なるほど。はい、あ、なんか来た。しみそう。あ、じゃあ治療を頼むよ。あー、了解です。やめるの。やめます。なんで。いや、孤児院になろうかなと。あー、なるほどなるほど。めちゃうのか。そうなんですよ。でも孤児院ってことは俺とまたしばらく関わる機会増えそうだね。あ、そうなんですか。そうだね、俺は結構悪いことする人だから。あー、じゃあその時はぜひぜひよろしくね、その時は。はい。じゃあメキにも俺にも分かるように順番に説明してくれ。はい、まずメキーラさん、はい、本当にありがとうございました。俺はほどほどにありがとうございました。おい。本当に僕は嬉しかった。この二人が朝番組でずっと僕と仲良くしてくれて、早めに。おい、いや本当にすごい嬉しかった。もう弾けるぐらいに嬉しかった。弾けましたもんね、確かに。はい、シャニキというね、称号を手に入れて。はい、真城先生はまあなんか本当それとなくどことなくすごい良かったです、本当に。おい。はい。褒めるとこないときに言うこと言うな。すいません。でも真城先生は。謝るな。あ、すいません。まあとりあえず、もう救急隊をやめようと思ってますの事件じゃないんです、ないですね、これは。救急隊をやめます。はい、ちなみに俺たち以外には誰かに話したのか。トリノさん、命田さん、以上です。おー、それ以外には話してません。隊長と人事部長ね。はい。じゃあ他の隊は今日知るって感じですかね。そうですね、他の隊員は多分今日知るって感じになると思います。で、辞める理由と前に、まあ、とりあえず鳥銀さんと命田さんは全然OK って感じのことを言ってくれました。辞めるのは大丈夫だよみたいな。はい、うん、じゃあ辞める理由に関してですよね。うん、僕もともと孤児院を目指してたんですよね。あ、確かに。それは多分皆さんご存知だと思うんですけど。知らんがブラックジャックだからな。はい、ブラックジャックで個人を目指してたんですよ。ただやっぱりその救急隊すごい楽しかったんですよ。半年以上やってましたね、救急隊を。めちゃくちゃ楽しかったです。もうみんなすごい仲良くしてもらって、結構新参ではあるものの、それでもみんななんか構っていただいて、たまに行くでもみんなすごいね、よくしてもらえて、すごい嬉しかったです。本当に本当にすごい嬉しくて。で、それで他の個人を見てて、なんか現場に介入しながら助けるとか、そういった行為をしている人がいるじゃないですか、連れて帰るみたいな。あれは不正解なのかって最近ちょっと思ってくることが多くなってしまって。救急隊の本質って、まあ命を助けることだと思うんですよね。で、その個人の本質も多分そこはあんまり変わってないと思うんですよ、正直。人を助ける、だったら僕はその前を張って颯爽と患者さんを拾って治してあげる方が僕に向いてるのかなってこの少しの時で思ったショットでございます。はい、前から前線を張りたいっていう気持ちはあったわけだもんな。はい、それでまあおそらくなんですけど、個人って多分ほぼほぼ全員が全員黒なわけじゃないですか、おそらくは。8割くらいはそうで、そうなってしまうというのが現状ですね。そう、まあ白の方ってあんまりいないじゃないですか、多分おそらくは。で、これが本当に悩んだところなんですけど、自分救急隊に最初結構例外みたいな感じで入れてもらって、北の院長までみたいな。そこで途中でやっぱりなんかこう、まあでも救急隊らしく、まあおちゃらけられたり動けられたりして、なんかすごい楽しかった
あれではあったんですよね、時間ではあったんですよ。これは本当に冗談とか抜きで本当に本当に楽しかったです。ただそうやっぱりなんかこの楽しみを持ちながら黒に染めるっていうのはすごいなんか僕の中ではすごいもう罪悪感がすごくて、まあ、もしもの話ですよ、もしもの話、僕がその黒側になってしまったとして、そこにこうメキーラさんとか真城先生とかが来ると多分僕はちょっと心が結構持たなくなっちゃう部類ではあるんですよ、だいぶ。ただどうしても憧れが捨てきれないのと、この町に来た理由が孤児院を目指したいっていうのと、やっぱりそれだけあの今殺人現場の方が結構てんやわんやしてるんだったら、そこをなんとか収めるようになりたいなと思って救急隊をやめようかなということを隊長と鳥野さんに相談したんですよね。そしたらなんか僕が一番怖かったのが、なんかその救急隊からまだ黒落ちしてる人ってあんまりいないじゃないですか、どっちかっていうと。そうだね。なんでそのもし仮に救急隊辞めたとしたら、なんかもう救急隊の人と遊べなくなるって言い方ちょっとあるかもしれないですけど、なんかこう連絡も取れなくなったり絡めなくなったりするのかなと思うのが、僕の中ではちょっとそれがすごい嫌で、裏切りみたいに見えちゃうんじゃないかなって思ってたんですよ、その救急隊を辞めるのが。だからいいのかなって思って、やっとねちょっと腹が決まってきたって感じになります。はい、すいません。なんかいやいや、でも白から黒になる時のこうなんだろう、私たち公務員との関わり方っていうのはやっぱ最初はすごく悩むと思うけど、まあ人にはよると思うんですけど、黒に寄ったからってね今まで過ごした思い出が変わるわけではないから、うん、まあその今話した中で言うんだったら、別に救急隊辞めて苦労に行った人間ともメキ別に仲良かったろ、その後も。まあやっぱ最初はちょっとねどういう感じでお話ししたらいいか分からなかったですけど、はい、結果的には普通に話せるようにはなったし、私としてはね白いままで生きてほしいっていう気持ちはね誰に対しても持ってるのであれですけど、黒だからといって差別はしないので私はね。本当ですか。はい、後ろ先生だってそうですか。まあ俺もメキと同じように救急隊として言ってくれるならそれはそれで嬉しいとは思ってるが、まあ仮に辞めて闇医者になっても別にだから仲良くしないとかないよ。そもそもそれで言うとギャングの脇尾とか俺仲いいしな。まあシャニキの話を今日聞いて内容的に分かるところもあるにはあるからさ、特に個人医最近少なくて犯罪者の方が意識不明通知から来るだろう、よく来ますね。まあ正直もっと早く助けてやりたいなとは思うんだよ、あれも。はい、もあるし、まあ、逆にそっちの闇医者の立場になって、はい、その時に救急隊経験が多くあってこっちの意見も分かってくれる人間がいたらやりやすいなとも思う。現場であって気まずいって言ったが救急隊がやってほしくないことは分かるだろ。分かります。俺たちが救えない方をタヌキがより早く救うって言うんだったら俺は別にいいと思うぞ。まあまあ個人や敵じゃないからな。あったけ。あったけ。全く変わらず接するぞ。俺は今後も。はい、私もそのつもりですよ。ただ、ったけ、まああのもしね事件現場にいて間違って引いちゃったらごめんなさいね。あもう。僕だったらもう大丈夫です。許します。僕だったらもう僕にしてくださいせめて。すいません真城先生、じゃあこのあれで1億円なしでお願いします。すいません。なしにするか。ありがとうございます。稼げるんだろ、もっと稼げるんだから。借金は返せ。あ、すいません。借金してるんですか、1億も。ダメか。借金は返せ。ダメか。なに、その…なぜ、会長。あ、大丈夫。あ、会長。はい。指出した。はい。あげるわ。ええ。いるだろ。うわ。めっちゃいいですよ、めっちゃいい車。ああ現状多分あの使うにあたって一番いい車だと思うから。え、いいんですか。ちゃんとお前、え、いいよ。ちなみにあのフルカス済みだ。うわお。え、サスはちょっと癖があるからあれだけど入れてないから、サスはまあ後から好みだけど。
え、フルカスだって。フルカス今日だお前、これで現場行けるよお前。で現場行けるだろ、かっこいい。ちょっと渡すから。大丈夫、よかったな、シャネキ。やったな、救急隊あったけよ、ここ救急隊あったけよ。なりの、まあ、退職金じゃないけど、うん、あ、もらった鍵。ああ、まあ退職金じゃないけど、まあまあ。いやもう本当ありがとうございます。もうなかったらどうしようかと思ってました。選別といったところですね、うん、そう、選別ってところだな、うん、すいません。いい、これはまあ俺自身がそもそも世話になったってところでの、まあまあなんだ、俺からのプレゼントだと思ってくれる。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。おう、戻りました。あ、来た。お疲れ様です。お疲れ様、チェリー。やめちゃうの？いや、皆様本当にお世話になりました。僕は今日で救急隊を、救急隊を。でも頭の上にも書いてあるから全部わかるよ、ずっとしてることは。食べてもな。やめてー。でしかやっちゃダメだよ、そのため。やめます。やめてお世話になりました。なんで？ちょっとまあ、いろいろ思うとこがありまして。個人になるんだ。個人になります。はい、え、何になると思ったんですか？いや、野生に帰るとか話は聞いたぞ、お前。本当に今日でやめる？一緒に帰ろう。何すんだ、お前。おい、やめろ、野に帰そうとするな。その人は多分野生じゃ生きられないから。おい、何言ってんの、神友。俺が餌取ってこなきゃいけないのに、多分。お疲れ様。お疲れ様。え、見てないですよ。何を聞いたんだ、トリオさんから。え、な、え、何も聞いてないですけど、トリオさんがマジで。え、なんか、シャニッキにヘリガレージを見ておいてくれって言ってた。え、嘘、そんな素敵な、そんな素敵な。俺も来てないですね、1台しかない。いやー、じゃあ帰るか。誕生日おめでとう、トリオ。えぇー、誕生日だったの？スパローだ、スパローだ、スパローだ。いいんですか？すげえ、トリノさん。ありがとう。誕生日5月や、俺。ありがとう。前狩りも前狩り。誕生日ちゃうな。前狩りも前狩りだけど、トリノさんと救急隊にもうすごい借りができてしまった。トリノさん救急隊じゃないのか、じゃあ。いや、トリノさんも救急隊ですから。いや、別だろ。いや、嬉しい。トリノさんね、え、トリノさん寝ちゃったかな。いや、今俺たちが来たのを見て、あっちに全力であいつ走って逃げてったぞ、多分。え、あ、そうなんですか。うん。出るかな。うわ、寝てるわ。寝てます。かっこよ。ちょっともう寝ちゃうんだ。ちょっとそれはかっこいいか。ちょっと粋なことするなあいつ。ちょっとそれはさすがトリノさんだな。トリノさん、こういうとこはな、かっこいいんよな。これは惚れますね。使ってどこへでも行けってことなんだね。なるほどね。頑張ってね、チェリー。しかし頑張る、本当に頑張る。頑張れよ。あ、あ、すいません。今日救急隊やめトナカイ君か。以上、いいぞ。じゃあこっち来てもらう。どうした？すいません、ありがとうございます。今日救急隊やめるトナカイ君どうした？すいません、あ、座っても大丈夫ですか？あ、いいぞ。今日救急隊やめるトナカイ君座っていいぞ。あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、どうしたんだ今日救急隊やめるトナカイ君。なんかすごい、あれ、やっぱ人の名前を大切にする方ですね、師匠。あ、そうだな。なるほど、うん、ちょっと、本日救急隊辞めてちょっと個人医に転職したいなと思い、ちょっと師匠に相談しに来たんですが。うん、はい、個人になりたいということで。あ、でも救急隊やったんだよ、はい、やったんだろ。救急隊やってました。あ、ほんな、まあ、審査通ったからなれるよ、個人医には。あ、ありがとうございます。うん、まあ個人は個人医でね、まあ本当に大変な部分あると思うけど大丈夫？大丈夫です、ちょっとそれを肝に銘じて頑張っていきたいと思います。救急隊と個人医って同時になれないから、救急隊のその職業をやめていいのね。もうそれもう押したらもう戻れないけど。はい、大丈夫です。大丈夫、はい、大丈夫です。やめてもらったら、じゃあ送るよ君に権限を。すいません、ありがとう。半年間救急隊、うん、楽しかったです。ほい、消しました。 OK、 じゃあどうだいこれで。今着いたと思うんだけど、ちょっと
ドクターっていう役職が。あ、つきました。うん、じゃあこれで今君は救急隊を辞めて孤児になったということで。はい。じゃあ今日救急隊辞めた孤児院さんになったとかね。あ、書いておきます後で。え、市長この後あれですか、他の方の対応もするんですか。まあそうだね、もしかしたら外にもう並んでるやつがいるかもしれないし、それちょっと分かんないけど。はい、了解です、分かりました。すいません、じゃあ、うん、僕はここら辺でじゃあ置いとさせていただきます。じゃあ孤児院ね、まあ何か知れる孤児院の。ああ、今日なんか何人か知り合いできて教えてもらう、教えてあげるって言ったんで。あ、そうか、じゃあまあそいつらから、はい、まあ、聞きながら。はい、了解です、分かりました。すいません、ありがとうございます。てかさ、俺さ帰る場所なくね。